これは国と国との約束なんです。この約束を違えられてしまったらどうなるのかというとですね、우리는다시는일본에게지지않을것입니다。韓国との信頼関係の下でですね、輸出管理に取り組むことが困難になっていることに加えて、韓国に関連する輸出管理をめぐり不適切な事案が発生したこともあり、適切な輸出管理制度の運用を目的としたもので、あります。対抗措置ではありません。これは国と国との約束なんです。この約束を違えられてしまったらどうなるのかということですね。일본이먼저반성하고바로잡기전까지는할수있는선에서는이렇게불매라도하는게맞다고생각을합니다。일본은수출규제이후일본불매운동이거세지면서한국과일본을오가는백길승객이 70% 대까지감소한것으로나타났습니다。언제까지하나주고보자，우리는계속불매운동할거다。これについて大臣からはどのように説明をされたんでしょうか。私からは旧朝鮮半島出身労働者の問題は極めて重大な問題で、日韓のこの両国関係の法的基盤を著しく損なっている、韓国政府にしっかりとこの状況を是正をしてほしいということを申し上げました。韓国に与えられていたユン措置を撤回したことにより、우리경제를의도적으로타격한다면일본도큰피해를감수해야할것입니다。우리도일본을백색국가에서제외하여수출관리를강화하는절차를밟아나가겠습니다。안보상민감한군사정보교류를목적으로체결한협정을지속하는것이우리의국익에부합하지않는다고판단하였습니다。지소미아를종료하기로결정했습니다。本協定の終了を決定したことは、現下の地域の安全保障環境を完全に見誤った対応と言わざるを得ません。日韓請求権協定に違反するなど、国と国とのですね、信頼関係を損なう対応がですね、残念ながら続いている、韓国が続けているわけでありますが、日本政府が韓国에대해취했던부당한조치들을원상회복하고우리는지소미아종료를재검토할수있다고생각합니다。日韓請求権協定への違反が放置をされ、国と国との信頼関係が残念ながら損なわれる。일본은오늘부로우리를백색국가에서제외하는조치를시행했습니다。정부는일본의이번조치에강한부담을표명합니다。고노회장은어제정례기자회견에서한국이역사를바꿔쓰려고한다면그것은불가능하다고언급하였지만
역사를 바꿔쓰고 있는 것은 바로 일본입니다. 공은 일본 측에 넘어가 있다는 것을 다시 한번 강조합니다.